超難関の大学附属に通うママが言いました。子供全員超難関大学附属に入ることはできたけれど、大学を出すまでに一体いくら払えばいいのかしら。主人と教育費さえなければもっといい暮らしができるのにねって話していたのよ。あら、あなたはまだいいじゃない。超難関大学に学費を払うことになるんだから、うちなんて何の保証もないのに同額、いやそれ以上を塾に納めているのよ。またまた、そんなに払っていないでしょ。今年の夏休みは勉強合宿に丸々万円、その前後にある夏期講習に丸々万円、何の保証もないのに。そうよ、どこの大学に入るかもわからないのにこれだけ払わないといけないの。チャンネル登録よろしくお願いします。そして先日、超難関の進学校に通う友人に会った時のことです。大学受験も佳境に入ってきたわね。うちは学校と塾代でまた莫大な教育費を払っているわ。もうすでに2人で年間も払っているわよ。あら、うちは3人いるじゃない。3人で年間も払っているわよ。そんなに教育費を払って残りでどうやって生活しているのよ。わからない、どうやって暮らしているのかしら。でも教育費を払わないわけにはいかないから、お金をかけずに県立から国公立大学に入る子供が一番親孝行よね。それだとうまくいくかわからないから、確率の高い方法を取ってしまうのよ。たとえお金がかかっても。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。